じゃあ先ほどのね、はい、あの続きで後半に、あの前半の最後ではその目的っていうのを福山さんに質問したら、まあ、あの目的の答えは合ってました。問題はあのその動画の作業中に、これ今答えたのは多分意識で答えたんだと思うんですよ。意識ではまあちゃんと覚えてたということですね。で問題はその作業をしている時っていうのはこう行動をしてますんで、あの意識と無意識、まあ、意識と潜在意識って大体その潜在意識の方がかなり作業あの優位で動いてるんですね。ということはその意識の方はあの少しゆっくり休んでるということです。と、はい、いうことは可能性として今あの意識では分かってるその目的を忘れてしまってることがあるのかないのかっていうのを実際にちょっと調べる必要がありますよね。でもしじゃあ例えば忘れてるんだったらそれはあの常にどこかに書いといて、それを見ながら作業するということで、あの意識でそれを見ますから潜在意識に振り回されることがなくなるんですよね。わかりますね。これはあの割と簡単に防ぐことができますから。じゃあ今言ったことであれば、例えばそのさっきの目的であればですね、さっき質問したその手で写すか三脚で写すかっていうことが、多分その人のためにって、これ体調が悪い人が見てるという前提なわけですよ。そうよね、はい、体調が悪いという前提が潜在意識レベルまでもし分かっていれば、あの当然のごとく知ってることなんで、三脚で固定しないと見てる時に具合悪くなるかなっていうふうになると思うんですね。と、はい、いうことはあのやっぱり三脚をみんな使ってないということは、あのなんていうか自分過去の自分のように体調が悪い、それとか心が病んでるような感じ、元気がない人が見てくれてる可能性があるっていうのは、ちょっと作業中は忘れてしまってる可能性がありますよね。それはあの紙に書いてそれを見ながら作業することをしないと多分一生懸命になってしまうんで、あの目的を見失って、結局その自分の目的はちゃんとあるのに作業が動画になりますんで、その動画が相手に伝わりますから、なんかあのっていう感じの動画になってしまうということですよね。そこは分かりますよね。うん、でさっきのその洗濯バサミで挟むっていうのもそうですよね。あの自分が昔病んでる状態の時にね、あの素人がちょっと思いついたその面白いことで笑える気分だったかどうかっていうことなんですよ。笑えな気分だったと思うんですよね。っていうかムカついたと思うんですよ、そういうの見たら。だからせっかくの自分の過去の辛さの経験というものをあのまあ、人間って忘れがちになるんでね、一生懸命になればなるほど忘れてしまうっていうことがありますから、あの福山さんはいい人で真面目ですから、あの一生懸命になるプログラムが入ってますんで、一生懸命になる人はちゃんとあの記録文字にするということを常にやっといた方がいいですよね。わかりますよね。うん、そしてせっかくなんで、まあ、中山寺に行ってきたということですよね。で中山寺の方の、動画の紹介の案をねちゃんとこうやって書いてきてくれてますか、まあ写真と動画を組み合わせるとかね、後でトークを入れて長さ調整するとかね、まあ、長くなるなら 2,3 回に分ける。でここですね、音楽を入れるとかテロップを入れる、それはした方がいいのか、うん、まあ他の生徒さんはやってますけどっていう、ここに書いてるということは当然その苦手だなというふうに思ってるのかな、それともあのしない方がいいと思ってるのかな、うん、どっちの理由でも OK です。手間かかるいうのもあるし、何回かまあやちょっとやったことありますよね私。ほんならやっぱりなんかこうしょってここの、あの携帯からやるからちょっとこう
こうしにくい、きちっとできないみたいなんで時間かかるのもあるし、で、まあ、前も先生が言うと、まあ、あんまりカットせんような、まあ、普通の自然なやつの方がいいっていうのも聞いとって、それも気になっとるから、あの綺麗にしてもダメっていうのが頭にあったんで、あの綺麗っていうのは、まあその、すごく人工的な綺麗さね、は僕は個人的に、あの、あまり良くないと思ってるんですよ、まあ、素人やから、あのプロの人はって前も聞いたから、っていうのはね、素人の良さとプロの良さっていうのがあって、あの素人がプロの真似をしたり、プロが素人っぽくするっていうのは、あの真実から離れることになるんで、あの多分人の心に響かないと僕は感じてるんで、でこのテロップを入れる、例えばね、これね、苦手だからっていうことに関してなんで、まあだったら、まあ苦手なことをすると時間も取られるし、だから今は自分がしない理由を明確にしてください。はい、苦手だからという理由と、それと人工的になるから、一番は苦手だから自分は後回しにするんだっていうことを自分で認めてください。わかりますね。これ自信のない人は、これ2つ、人工的ですになるし、苦手ですしってなると、自分は苦手だからっていうのを忘れてしまって、人工的にならないようにしてるから、自分はいいことをしてるんだっていうふうに思ってしまうんですね。あのそもそも苦手だからっていうことを認めないと、いつまでたってもできるようになりませんよね。これなんでかというとですね、音楽をやってれば分かります。この、今回を今からやっていけば分かるんです、音楽入れないといけなくなってしまうんですよ。理由は、ずっと喋れないからです。分かりますよね。間が持てなくなってくるっていうことです、そこで音楽がどうしても必要になってくるんです、それとテロップに関してはもっと深い意味があります、あの耳の不自由な方が見ている可能性もあるということです。わかりますよね。あのプロがやってる、あの話し言葉を健常者の方に向けて、もう全部こう文字起こしするテロップっていうのは、僕はプロがやってくれたらいいと思うんです。素人はそれは必要ないと思います。ただやっぱりこう大事なポイントだけ、あの耳の不自由な方でも、なんでかって僕たちがやってるのは、その心を病んでる方とか体を病んでる方も、あの見てもらいたいという目的がある。普通の YouTuber とは目的がちょっと違いますんで、その人たちだけのためにやってるんじゃないんだけど、僕たちの良さっていうのは、特に福山さんだったら自分の過去の自分と似たような人だったら、こういう動画をまあ見てるだけで、ね、例えば耳が不自由だっても、例えば聞きたくない、もうなんか音を入れたくない心境ってあるんですよね。もううるさい姑の問題とか、うるさい旦那の問題とかになったら、もうなんかもう音を聞くのも嫌っていう。そうすると動画を流してるだけというので癒される、ね、っていう。でテレビをそういうふうにしたら、なんか家族におかしく思われるとかね。スマホとかだったら、それを自分が見てる分には、あの人からも変に思われないとか、そういうね意味も含めて、あの難しいですけど、その目的が、あの病んでる人も病んでる人にも、ということが目的なんで、っていうのは、こういう特別な目的がないと、素人があの人に受け入れられるということはありません。わかりますよね。だからといって目の不自由な方にも楽しんでもらえるということは、言葉で言う必要がありません。わかりますか。目の不自由な方は音を聞くんですね。で、耳の不自由な方は目で見るんですね。それを言う必要はありません。大きなお世話ですから。わかりますね。
言ってること分かりますよね、うん、でも僕たちの目的にはそういう人助けという目的があるわけですからね、あの人助けっていうのは一歩間違うとあの大きなお世話、押し付けっていうことになりますんで、その辺はちょっと言葉を気をつけなければいけないということね、うん、それともともと自分もあの、ね、今日もちょっと波動が落ちてるという別の相談もあるみたいで、その自分ができないことをダメなことだと思ってしまうということですよね。できないことはダメなことじゃないんです。そのできないことが自分自身のために必要なのか必要じゃないのかって、そこを聞いてないんです。この作業が必要かどうかっていう質問を僕にしてるんですよ、このノートに書いてるのは。そんなことを聞いてるようじゃダメなんですよ。私が幸せになるためには、ね、音楽とかテロップは必要ですか、そして人を助けるためには音楽を入れたりテロップを入れることが必要ですか、ぐらいのことは文字で書けるようになっておかないといけないということです。わかりますよね、うん、言ってる意味わかりますよね、うん、ね、だから今日今録音してるのを聞いて、ああなるほどなって、自分があのこの素人の中で普通の主婦であの時間のない中でプロとか時間がものすごくフルにある人と、そのある意味その価値の競争をしていかないといけない中で、ね、あのまあ簡単に言ったらあの YouTube 上で例えばの話ですけど、あの詐欺師がプロを雇ってめちゃくちゃすごい動画を映しました、そしてそれ見た人を取り込んで何か騙そうとしてる詐欺師がいます。で素人が誠実に作りましたね、もう何て言うかな、詐欺師に負けたらもう負けなんですよ。じゃあ何で勝つかっていうことですよね、うん、それが思いだけじゃダメなんですね。やっぱりちゃんと形になきゃいけないっていうことですよね。そして作り手の方としては、その思ってる分かってるっていうんじゃなくて、忘れてないという行動をしてなきゃいけないっていうことですよね。わかりますよね、うん、あの中山寺の紹介に関してはあのここに、あ、それと最後に言っときますけど、これ練習なんですよ。だけどOK だったらもうそれ本番で OK です。僕が動画を見させてもらって、うん、OK であればもう中山寺はもう OK ということです言ってること分かりますよね。なんでかって言ったら、これまあ33箇所行かなくてもいいんですけど、うん、まあ可能な限りその行った方がいいじゃないですか行けるところは。だったら今回中山寺の動画を見て、うん、僕が、うん、そのうん、もうこれ本番でいいなって思ったら、うん、もう中山寺のにはもう行かなくていいっていうことですわかりますよね、うん、だったら早く言っててよって思ったかもしれませんけど、それじゃあ練習にならないんですよ、わかりますよね、うん、うん、別にいいです。不完全なものでもね、ああまあまあ今回はまあちょっとしょうがないよねみたいな感じ、別に怒られはしないんやから、うん、ね、でも人生っていうのは練習がもう、あ、もういいよこれでってなること割とあるんですよ、うん、わかりますよね、うんうん、だからそういう人、あのなんか得する人生もだんだん自分の人生の中に入れて行く練習もした方がいいですよね。何でもかんでも人の何倍も頑張って成果を出してきたタイプなんで、うん、ね、あのこういうさ、あの、うん、なんていうかな、西国33箇所巡りの動画も多分人よりも何倍も努力をして、うん、あのやっていくんだと思うんですよ、うんうん、それじゃあ人生あのそればっかりやったらしんどいんです、うん、なんでしんどくなるかっていうと、いざブワーって頑張らないといけないときに集中できなくなるんですよ、うん、ある意味適当にやっていいものができるっていうものも自分の人生の中で受け入れる考え方を持った方がいいんですね、うん、
うん、で今回もしかしたらもう練習のつもりで全然行って帰ってきたと思うんですけど、うん、あの意外とあのっていうかもう動画も撮ってしまってますからね、あの動画は撮ってしまってるんで、今からあの例えば編集とか、うん、そういうのでいくら本気出したって、うん、撮る時に、うん、あの幸運に恵まれていなければ、うん、わかりますよね、うん、なんか僕が言ってるのはその幸運、運、幸運ってありますよね、うん、運を引き寄せるあの人生の練習もした方がいいよねっていうことです、うん、あの不幸な人が思ってるように運っていうのはたまたま来るものではないと僕は考えてます、うん、運は引き寄せるんです、わかりますよね、っていうことはどうやって引き寄せるかっていうと、運を良かったものを見つけるという目が必要なんですよ。わかりますね。動画ある程度いっぱい撮ったと思います。写真もいっぱい撮ったと思います。その中から自分がどのシーンを選ぶかっていうことですよね。そしてその選んだものが僕の目から見ていいねって言う、そのまあ言えばベストな瞬間ってあるわけですよ。わかりますよね。動画が綺麗かどうかはプロには勝てないんです。面白いとこ撮ったね、うん、そして面白いとこ選んだねっていう、この面白いが本当の面白さなんですよ。うわ奇跡ってね、うわこんなんなかなか何時間待ってもこのシーン撮れないよねとか、あこうこのアングルから撮ったんだと、これなかなか思いつかないよねとかね、そういうのがね私にあるわけないわって思ってるでしょうけど、うん、きっとありますから、うん、自分の撮った写真と動画の中に血眼になって探してください。きっとあるんです。なぜかというと神様がいるとすればですね、等しく運を与えてるはずなんですよ。それに気づくか気づかないかなんです。僕は絶対に今回の中山寺の写真もしくは動画の中に奇跡的なワンシーン、奇跡的な一枚があると思いますよ。あるという前提で探してみてください。わかりますよね。うん、だから大体動画はまあ上手ですから、あの目的も意識ではちゃんと分かってますから、で別に見るに耐えないものは全然ないと思いますし、あの話し方も本当にあのなんていうかな、本当にあのよく伝わってくる話し方だと思います。そうですか、うん、だからあのこのままやってもちろん改良しながら、うん、その時その時のその、うん、なんていうかな、ベストを出せばいいんです。だから必要以上に時間をかけないでください。僕はしつこくいつも言ってますけど、時間をいっぱいかけたから、うん、いいものができるというものでは絶対にありません。わ、うん、かりますね。自分の中で時間をちゃんと決めて、わ、うん、かりますね。後からどれぐらいやったんですかって聞かれても、僕から、うん、はぁ、とか言われないように、うん、ね、はい、うん、これで動画に関しては、まあできてるんで、うん、もういいですよね。うん、うん、わ、はい、かりますね。これ一回だけ今日自分で聞いて、はい、きっと奇跡の一枚と奇跡のワンシーンがありますから、うん、うん、それ一生懸命探して、はい、ね、やってもらったらいいんじゃないかな。でもまあ中山寺に本当一人で行けたね、まああの以前もね、あの福山さんのブログの中にいろんな一人旅、うん、ね、つい最近もあの京都とかね、うん、そういうの出してくれてますから、うん、まあぜひとも僕はこの YouTube 聞いてくれてる人にね、あの一人旅というのの良さっていうのを、あの福山さんの YouTube とかブログからね、うん、はい、参考にしてもらいたいなと思いますね。うん、では以上です。はい、ありがとうございます。はい、はい。